本当人生変わりますよね。人生変わります。これみんなやってください。これみんなやった方がいいよこれ。大人男子だ。はい、こんにちは、大人男子ラボの宮永愛人です。そしてセンターパートの神堀です。堀さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。1ヶ月半ぶり。いやまたここに来ちゃいましたよ。いや前回のセンターパートの神に切ってもらったセンターパートがガチで好評だったんですよ。本当ですか？ありがとうございます。こちらこそ、よかった。どうでした？その後いや反響はすごいっすね。おーよかったですよ。あの動画見て来てくれるご新規のお客様がやっぱりいっぱいいて、ありがとうございます。みんな宮永さんの写真見させてくれます。もう飽きたんじゃないですか？楽しいです、楽しいです。普通に来ちゃったんです、はい、大丈夫ですか？全然ということでね、1ヶ月半経って、まあ、センターパート伸びましたと。そして若干飽きましたと。はいはいはい。なんで大体お客さんも1ヶ月半、2ヶ月スパンで来ると思うんですけど、そうですね、はい、センターパートの神がセンターパートを切った後に2ヶ月後にどんな提案をするのかということで、僕が招きになって皆さんへの提案を先取りしちゃおうということで、はい、今回やっていきたいと思います。そしてなんとね、番組発売したんですよ。噂のやつです。噂の、はい、多分ね、この動画が上がる1週間前ぐらいにバームが発売してるんです、レタッチをね。なんでレタッチのバームに合うスタイルぜひ作っていただけないかなと思ってやってまいりました。僕ちょっと使ってみたんですけど、もうだいぶイメージが見えてます。はい、あ、よかった。めっちゃいいです。ってことで、じゃあまあ今日何やるかをお楽しみということで、実際に1回シャンプーして髪切ってもらいましょう。お願いします。シュッ。パーマいつぶりですか？パーマは1年ぶりぐらいかもしれない。あ、そんなかけてないですか？うん、前回かけた時にマッシュでクリクリにしたの、それが結構残ってたんです。なるほど、しっかりめに。うん、はい、ということで巻き折りました。じゃあちょっと最初にパーマについて、はい、センターパート×パーマについて何個かちょっと神にね聞きたいんですけど、はい、まずセンターパートに×パーマって何種類ぐらいあります？オーダーが多いのは4種類ぐらいですかね。はい、一個一個教えてください。まず弱い順で、ニュアンスパーマ、ニュアンスパーマ、はい、はい、次がワンカール、ワンカール、その次が、スパイラル、スパイラル、まあ、スパイラルパーマ、うんうんうん、あとは一番強いのはツイストスパイラルとか多いですね。ツイストスパイラル、なるほど、はい、一番最初のこのニュアンスパーマ、はい、これどういう人おすすめですか？ニュアンスパーマは育毛で髪が硬い人、うん、はいはいはい、とかあとは軟毛でボリュームが出ない人、うん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 、とかは本当にパーマ感を出すってよりかは髪質を変えるぐらいのパーマ、うん、なるほど、イメージなんです。ちょっと柔らかくしたりとかちょっと曲げるって感じですよね。そうですそうです。パーマっぽくはないですよね。パーマっぽくないです、うんうんうん、周りからはパーマだとは思われないぐらい、バレないパーマ、はい、うんうん、じゃあ2つ目、ワンカール。ワンカールはそれにプラスでちょっとカールをつけてあげる、うんうんうん、周りから見たらあ、パーマかけてるんだなとは分かるぐらいの感じ、うんうん、毛流れセンターパートとかに結構いい感じの、そうですね、毛先がクリッて回ってるやつですね。そうです、はい、使いやすいんですよねあれね。3つ目がスパイラル。スパイラル、はい、スパイラルは S 字にかけてあげる感じですね、うん、ちょっとセクシーな感じですよね。そうですね、うん、なんか大人の古着とか着てるちょっとセクシーな人とかが、ね、髪も似合いそうですけどね。どうですかどうですか、うん、ツイスパ。ツイスパ、ツイスパはそれにプラスであのねじりを加えるんですけど、ちょっとチリッとするんですよね。そうです、なんかもっとハードな感じかな。うんうんうん、はい、まあ、結構ね若い子とか最近増えてますよね。人気ありますね。まあ大体30代とかあんまやる人いないですよね。そうですね、うん、たまにいますけどやっぱりお仕事上厳しい人とかできないと思うので、まあうね、じゃあまあ20代後半30代ぐらいはワンカールぐらいが一番人気あるんですかね。そうですね、ワンカールの率が高いかなって感じで、うんうん、はい、ってことで多分僕も今日はワンカールになってるはずです。はい、はい、はい、ということで先ほどですね、インスタグラムの方でセンターパートの神といるので、
紙の質問くださいというふうにお願いしたところですね、いっぱい来たので、これちょっと2人で答えていきましょう。はい、一応僕も美容師なんでね、大先輩です。じゃあ質問1、髪を早く伸ばすにはいい方法ありますか？これはやっぱり定期的なメンテナンス、メンテナンスですね、うん、はい、2ヶ月に1回ぐらいはメンテナンスをして、うん、その都度その都度の長さでも形を整えてあげて、うん、スタイリングできるようにしてあげるっていうのが、そうですね、一番大事かなと思います、うん、なんかむやみに量が多いからすきまくっちゃったりとかしても、うん、やっぱすくって切ってるんで、うん、伸びなかったりするんでね、そうっすね、まあ程よいいい感じのスタイルをキープするっていうのがいいのかなと思いますね。はい、2つ目、はい、額が広いとセンターパート難しいですか？額が広い人はこめかみをカバーするようにスタイリングしてあげるっていうのが大事かなと思うんですけど、ここですね、はい、はい、まあ、無理にその立ち上がりとかつけなくてもいいと思うので、うん、ちょっとおでこをカバーするような感じでセットしてあげれば全然問題ないかなと思います。なんかこうね、こう無理やり上げてふわっとする、いわゆるセンターパートっぽいスタイリングしちゃうとどうしても縦感ついちゃうんで、そんなに前髪立ち上げずにね、ここら辺とかちょっと動かしたりとかして横感を出すといいんじゃないかなって感じですね。全然ありだと思います、はいはい、センターパートにおすすめのバームを教えてほしいです。めっちゃいいの来てますね。レタッチニューバームです。これいいっすよね。いや、それさっき使いましたけどめっちゃいいっす。よかったー、よかったー、それを言ってもらえるために、今日の仕上がりも使うんで、はい、見てみてください。結構来てますね。はい、直毛で毛量がすごく多いと言われます、カットまたはセットでセンターパートできますか？直毛の方はニュアンスパーマーがおすすめですね。やっぱそうっすね、はい、ちょっと髪を柔らかくしてスタイリングしやすくしてあげた方がいいと思います、うん、直毛でね、そのままピーンってなってると結構扱いづらいんで、マジでニュアンスパーマーかけるだけで本当人生変わりますよね。人生変わります。スタイリングってこんな楽だったんだっけってなりますよね。多分中毒になります。うん、中毒になる、本当に。はい、そんな感じでセンターパートの質問いっぱいありがとうございます。ちょっとこれ以上はいっぱい時間かかってしまうので、センターパートの神のもとに行っていただければいろいろ質問できると思いますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じでいい感じじゃないですか、神。いや、かなりいい感じに、いい感じのパーマがかかっております、はい、ちょうどいいかなと。これちょっとセットしていきましょう。パーマかけたら多少ダメージするんでトリートメントはしてください。してしましょう。はい、お願いします。ちなみに前回の髪のスタイリング、はい、めっちゃ反響良かったっすね。あ、本当ですか。すごいね、立ち上がりもいいし毛先のニュアンスも出るし、はい、すごいね、良かったです。ただまあ今回パーマかけてるんで、あんなに頑張んなくてもね簡単にできてると思うんで期待です。あのドライを助けてあげるぐらいのパーマっていう感覚、うん、やっぱりパーマかけるとボリュームがさらに出やすくなるんで、うん、それぐらいふわっとするので。これドライどんぐらいまでしますか？だいたい全工程で8割くらいっていう意味で、8割くらい、はい、ちょっとだけ湿ってるぐらいですね。ちょっとぐらい、うん、はい、うわ、めっちゃ楽そう。これだって何も巻いてないぜ。これね、これよ。これみんなやってください。これみんなやった方がいいよ。これちょっとここ押さえてね、風を送り込むと、やっぱりパーマかけると後がつきやすくなるので、簡単にスマット、うん、これこれこれトップの、うん、これちょっとこうね、トップにグイッて寄せて、なんか山作る感じ。山作るとね、はい、ここもっこりするんですよね。まあこれもね、パーマかけると根元が上がるんで、いや、こんぐらいだったらマジで社会人でも余裕でいけますよ。多分全然全然というか就活生でもいけるから、うん、むしろね、センターパートをこの直毛状態でやってるよりこっちの方がまとまってて印象いいと思う。で、今回は長さはあんまり変えてないです。うん、パーマで上がっちゃうんで、むしろ前回の仕上がりより短くなるかなぐらいだった。うんうん、レタッチニューバーム登場します。こんな感じで発火の香りがします。なんかね、レタッチのこのニューバームはすごい伸びいいんすよ。うん、確かにめちゃくちゃ伸びよくて髪なじみめちゃくちゃいいんですけど、
あの天然成分約 80% で作られてるんで、ツヤと毛流れがめちゃくちゃ綺麗なんですね。さらにちょっとメンズ向けに作ってるんで、若干ね説得力がある。確かに説得力のあるバームってあんまないし。そうなんですよ、結構ねレディース向けのバームだと結構軽いからね。あんまめっちゃいいっすね、相性いいっすか。はい、であんま根元にはつけないように、うん、中間から毛先でもう一個ふわっと戻すと、ちょっとパーマ戻ってるので、うん、パーマ感が出ますね。この動きをちょっと活かしながら、めっちゃ良くない？めっちゃ、うん、いい質感。いいっすね。やったー、めっちゃいいっすね。うん、かなりめっちゃいい。スタイルもいいし、バームもいい。バームいいっすね、パーマ。あざっす。うわ、大人だ、大人男子だ、素晴らしい。どうでしょう。ありがとうございます。いや、めっちゃいいんじゃないですか、このね、ツヤ感と。いい感じ。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。パーマめっちゃいい感じですね。いや、めっちゃいい感じ。あのね、パーマってこれよ、センターパートの。まあね、あのスパイラルとかでもかっこいいと思うんですけど、まずパーマかけたことない人とか、パーマ挑戦してみたいよっていう大人男子、これやった方がいいと思う。僕もやっぱりこれぐらいが一番いいかなと思います。うん、なんでまあ全然毎日ね巻いたりするより、パーマ一発かけちゃった方がダメージ的にもいいし、何よりねバームマウンでぜひ使ってみてくださいということで、紙の予約は概要欄に貼っておきますので、ヘアバームの EC サイトも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。